まさしく絶景だな。これほどまでに見応えのある桜に迎えられるとは、圧倒されるような美しさだ。花見は春の風物詩だ。しかし多忙ゆえにろくに楽しめないまま、気づけば葉桜になってしまっているという年もある。ライブという形で満開の桜を皆と迎えられることは行幸というほかないな。なんだ、お前もそう思うのか、神宮寺。お前と二人で眺めることになるのは予想外だったが、誰と見たとしても桜は変わらず美しいだろう。どの場所であっても花見にうってつけということだ。勝負については、この景色にふさわしい一句を読んだ方が勝ち、ということでどうだろうか。息を呑むほどに優美な光景を目にすると、胸に湧き上がる感動を誰かと分かち合いたくなるもの。俺も今まさにそう感じている。今夜の桜をお前たちと共に味わえる幸せを深く噛みしめているところだ。時に桜染めという染め物を知っているか。花弁を思わせる薄紅色なのだが、染料として使うのは開花前の小枝だそうだ。桜を色づかせる色素は硬い表皮の下で花開く瞬間を待ち続けている。まるで秘めた恋心のようにな。俺の思いで染めた歌をお前に送ろう。一度ほころび始めた気持ちは花嵐でさえ覆い隠すことはできはしない。